携わらないように、花壇より内側でお願いいたします。ロープギリギリまで来ていただいて大丈夫なんで、前列早い者勝ちですよ。何気にそこいい席ですからね。ありがとうございます。もうスタンバイはそこにしますので。さあ皆様、グーグーとで前の方を詰めていただきたいと思います。お願い方でもグーグーとグーグー前詰めてください。食べながら飲みながら全然 OK ですから、できるだけで前の方に詰めていただきたいと思います。今日かなり調子いいですよ。いつもね、もう5秒と座ってられない子なんですけど、なかなかいい感じ。さあそれでは準備運動から始めていきたいと思います。といってもね、もう一つ目の芸が始まりますんで、皆さん何をしてるか分かったら答えてくださいね。よーく見てもらったら何をしてるか分かりますんで。さあそれではキング君、スタンバイをお願いします。準備運動ですからね。さあそれではよろしいでしょうか。よーくご覧ください。一つ目の技でございます。さあ見せてあげて、皆さんよーく見てくださいよ。よく見て、前列の方特に分かりやすい。よく見てください。よく見て、はい。さあ何をしているでしょうか。よーくご覧ください。分かったら答えて。はい、ありがとうございます。はい、正解でございます。初めて正解出た。ナイスでございます。そうなんですよ、二足歩行、これ立派な芸なんですね。しかもこれが基本になりますんで、しかもなんとキング君、猿一倍時間がかかりまして半年かけましたよ。はい、めちゃめちゃ時間かかりましたけどね、もう今やね、もう普通にね、もう余裕にね、歩いちゃってるんですけど、ね、もうふらふら歩いてますけどね、もう何も考えて歩いてますからね、いいですか、ちょっとお昼ご飯食べ過ぎました?さあ、それでね、もう歩くだけじゃ面白くないね、キング、もっとすごいの見せていきたいと思います。まだ若干2歳のこのお猿さんがですよ、なんと、こんなことできちゃいます。ほっ、よいしょー。ありがとうございます。温かな拍手。ありがとうございます。もうね、本当にすごいんですよ。2歳でね、逆立ちする人間のお友達います？なかなかいないと思いますよ。まだ若干2歳でございます。さあキング、しっかりやれて、まずはね、体を温めておきたいと思います。それではここからですね、道具を使ったパフォーマンスで楽しんでいただきたいと思います。ロープが引いてるんですけど、ロープギリギリまで OK なんで、近くで見ていただいて、ただ中には入らないようにだけね、お願いします。そして可愛いんですけど、絶対手で触らないようにだけお願いいたします。さあそれではそろそろ限界近づいてますんで、真ん中に戻ったら同時に大きな拍手よろしくお願いいたします。さあここまで来たら大きな拍手です。はい、どうやまだドヤ顔早いよ。これ準備運動やからね、もうちょっと後ろ来て、そうです。じゃあそれ皆様、コンビ名ポップクルーと申します。そして2歳の男の子、名前をキング、どうかこの小さなキングに温かな拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれではお待たせしました。早速1つ目の芸はこちらでございます。皆さん今日はね、すごいですよ。もう最初からね、ありえない技をお見せしますので、さあしっかり立てよ。もうね、今日は中途半端なところはやりません。この気合いですからね、一気にいっちゃいます。一番高いところ、すごいでしょ。本物一番上、ただもうね、毎日訓練してるんですよ。もうこんなところでは終わりませんからね。キングがこれ持っとって、ありがとうございます。はい、持ってて、これ秘密道具でございますね。めったに使わないので、ちょっとどこ行ったか分からなかったんですけど、よし、こちらでございます。さあよろしいでしょうか。オープニングからこの高さでございます。いいぞ、スタンバイ気をつけ。そうです。さあそれではオープニングジャンプでございます。いくよ、頑張って。はい、全然よいしょー、決まりました。これがキングのジャンプ力でございます。ありがとうございます。さあ皆様、すごいでしょ。まだ2歳ですよ。ただね、今日はジャンプ力だけじゃないですよ。ちょっと休憩ください。結構ね、一回一回体力使いますのでね、じゃなくて掴んでるの分かりますね。両手両足しっかりと握ってるんですけど、何がすごいかって絶対に話しませんのでみんな真似したらあかんで、絶対危ないからな。さあそれではキング、しっかり歩けるでしょうか。見てあげてください。キングの竹山、よし、ご覧ください、このバトルの安定感、今日調子がいいです。もうね、歩くだけやったら面白くないんでレベルを上げたいと思います。こちら、ナイスリアクション、そういうリアクションいいよ。ありがとうございます。一つは竹馬に乗ったまま、ほっ、ありがとうございます。キングはたくさんの拍手いただいてる、ちょっとね、数増やしましょう。もうね、その拍手に応えないと。3つ、これいきます。乗って、そうや。さあしっかりとスタンバイしてくださいよ。3つ連続ジャンプでございます。せーの、1、2、3。正直こけなかった、久々です。めちゃめちゃ調子がいいね。もうね、やっちゃいます。調子がいい時にしかできないんですけど。さあキング、いいですか、今日は特別バージョン。よいしょー、決めました。これがキングのバランス感覚でございます。さあ皆様、今日はかなりすごいですが、ただこれが決まったということは、いよいよこの瞬間がやってまいりました。今日はですね、小さな竹馬だけじゃございません。キングの新技、もう一本の竹馬をご覧ください。約 1m50cm、 今キングができる一番大きな竹馬になります。今からこの竹馬を自分で立てて、自分で登っていきます。この竹馬ができるようになるまで1年半かかりました。ものすごい時間をかけてきたんですけども、正直かなり失敗が多い技になります。今回も失敗する可能性もあるんですが、ぜひ新しい技、この大きな竹馬見てやってください。よくにします。スタンバイ、しっかり立て、そうや、もうちょっと後ろ、キングの動きにご注目。参ります、新技、大きな竹馬一本立てて、そうです、もう一本、無理やな。キング、ちゃんと手の位置確認して焦らない。もう一回いきます。スタンバイ、そう、もうちょっと後ろです。そうです、しっかり持って、一本ダブル、そうです、待てよ、はい、そうや、登ります。さあここから一切お手伝いしません。自分の力で一歩ずつ登っていきます。歩き続けてよ、待って、そう、登る、はい、そうです、確実に登ってません。登って、しっかり歩く、そう、止まらない、そうです、待って、さあ頑張れ、あと少し、 OK です。ありがとうございます。さあしっかりと皆さんの前を歩きたいと思います。さあ頑張ってよ、しっかりと歩く、あと1周回ります。よーく見てやってください。頑張れ、そうや、温かい拍手をありがとうございます。キング、真ん中に戻ってくるまで勝負、この真ん中まで頑張って、 OK でしょう、よく頑張りました。ありがとうございます。キングの新技、大きな竹馬、ご覧いただきました。ありがとうございます。さあそれで皆様、ここまでのたくさんの応援をありがとうございます。いよいよラスト、キングの大技をご覧ください。こちら、大きな階段を使います。上がって、そうです、しっかり立てよ。それで皆さん、どうかお願い兄さんたちからもありがとう、ありがとうございます。ぜひ最後まで応援してやってください。ありがとうともしくなんとさらりと高評価、ありがとうございます。そしてお姉さんたちからも後ろからもありがとうございます。キング最後一人すごいのやりますんで、ぜひありがとう応援してあげてください。キングちゃんとねお礼を言いましょう。しっかり前見て、本当に皆さんキングに対する温かいお気持ちを本当にありがとうございました。ありがとうございます。さあしっかり立って、それではキングの大技でございます。もう2歳ではありえない技になりますんで、そう参ります。ボックスジャンプ、はい逆立ち、ありがとうございます。もう一度ジャンプからの、はいバランス逆立ちがあります。 OK どうや自ら気をつけするときはほんまに気合い入ってる少々なんですよ。キングちょっと真ん中おいで、今回一か八かになるんですが、しっかり立って思い切って広げたいと思います。ラストキングが頑張る距離、最後の距離はこれいきたいと思います。何ですかその不安そうな表情は。キングどうやもしかすると一発成功難しいかもしれないですが、ルール一切変えませんので、ジャンプからの逆立ち着地、足ついたら失敗やと思ってください。そこは厳しい判断でお願いします。キング最初危ないですからね。キングそうや集中しろ。皆さん着地を見といて、危ないからね。ありがとう。キング参ります。ラストガーテン、はいよっしゃ OK。ぜひ評価していってください。本当に皆さん貴重な